皆さんこんにちは、ケミチャンネルのロレッタです。先からずっと迷ってたんだけど、やっぱり今回の動画は自分の本音を伝えたいから、自分の母語である英語で話した方が一番適切じゃないかとか思ってたんですけど、やっぱり今回のトピックはなぜ日本語を選んだ理由、それから今になってなぜ勉強し続ける理由について話したいから、そのある程度日本語を勉強してからどういう生活してきたのかと、日本語を喋れる外国人の様子、そのどういう感じなのかを、はっきり紹介したいから、もちろん英語字幕もつけますけど、今回の動画はこういう日本語でちょっと会話させていただきます。じゃあまず改めて自己紹介から言う と、私はロレッタ、ロレラ、ロレッタって言って、アメリカの東海岸にあるバジニア州っていうところの北部にある北バジニア、ノーザンバジニアっていうところに生まれ育った、今日本に住んでいる 100% アメリカ人です。でこの間ツイッターで知られたんだけど、私のフェアファクスカウニーパブリックスクールっていう通ってた高校の隣にある、そのすぐそばにあるアーリントン郡の、公立学校について話題になってる件があって、前からずっといろんな言語の教育があったんですけど、その一つとして日本語もあったんですけど、今そこで日本語科目を履修している学生さんが卒業したら、もうその教育授業をやめるっていう知らせがあったみたいなんで、でそれに対してどうしてもやめさせたくないっていう、逆の反応で change.orgっていう、petition、そういうキャンペーンに賛同できるようなものを回してて、私がツイッターで見たものが同じなんですけど、見たらすぐ賛同してツイッターで共有したんですけど、考えたらこう、なぜこういう 100% アメリカ人の私がなぜそんなにアメリカでの日本語教育を気にするのかっていうことをちょっと気になって、同じ高校時代の日本語を選んだ私に振り返って、やっぱりその理由を YouTube ではっきりして、話した方がいいと思って、なんか別に日本語としても、なんだろう、それ自分にも当てはまらない人が多いと思うんですけど、それよりも第二言語、もう一つの自分のなんか生まれ育った母語と全く違う言語を学ぶ教育、その二つのことを思っていることを話したいと思います。今になってなぜ日本語喋れるかと聞かれたら、まあいろんな理由があるんですけど、アメリカでの日本人留学生の友達がいたから、ポップカルチャー、アニメとかポップカルチャーが好きだったとか、なぜ日本語を積極的に選んだのかっていうのは、その高校1年の時に授業があったからです。タイムラインから見てみると、最初のこの14歳の頃は日本語の授業を履修しました。ひらがな、カタカナ、それから漢字、いろんなトピックを学んで、でもあんまり、まあやっぱり興味あったけど、そんなに熱心じゃなかったその頃は。って言っても、その当時はもう16歳ぐらいの頃、日本人の留学生が来ました。アメリカの高校で留学させたいっていうプログラムがあって、で私の通ってたアメリカの高校、ファースチャーチハイスクール、日本語のプログラムがあったから、そのプログラムの対象として選べたのです。と初めての日本語の友達ができて、毎日マーチングバンドとかいろんな部活をやりながら、テキストにある日本語じゃなくて本当の、会話で使われている同じ高校生の友達にいろいろ教えてもらって、広島弁までもまあ教えてもらって、マックじゃなくてマクド、ジャケ、セントイケンとか、日本語の勉強が楽しくなりました。で16歳の頃、同じ教会のメンバーが日本語に興味を持ってる、ロレッタっていう学生がいるんだけどっていう話が回ってて、友達の誰だったっけ、両親の友達の紹介で東寿司、まあ初めて来日する経験ができて、16歳の春、初めて日本に行きました。日本を実際に自分の目で見たら、日本語の勉強もちょっと本格的に積極的に頑張りたいというふうに思って、もうあれから大学、ウィリアム&メリーっていう同じバージニア州の真ん中ぐらいにあるウィリアム&メリーっていう大学に入学しました。そのウィリアム&メリーっていう大学で日本語の、授業もあったんですけど、高校時代4年間日本語を勉強したから、直接上級レベルに入って、もっとハードルの高い日本語の本当の授業にも、参加できました。ただ大学2、3年ぐらいで第二言語を喋るようになった人は、そこから留学しに行くっていうやり方が一般
的でしたが、相当高くて、あと、その、海外にいる間は、単位がそんなにもらえないから、大学4年間が延長する可能性も高くて、それに得たり、追加の1学期か2学期ぐらいの学費も増えるから、もうやめちゃった、留学は。留学できなかったけど、3年生になったら、フリーマンファンデーションっていうアメリカの奨学金があって、それにちょっと、ま、申し込みました。シード先生のおかげさまで選択されたんですけど、他の受かった人を見たら、やっぱり日本語がすっごい上手な人と、優れた履歴、学歴を持っている子たちも多くて、大学から学んだ学生たちとかじゃなくて、高校時代からとか、その前からずっと学んできた、外国人の学生が多かったし、そう見ると本当に大学の頃だけじゃなくて、高校時代からずっと勉強できたことは、すごくいいことだと気づいて、今にも感謝しています。その時だけじゃなくて、大学卒業したら、Critical Language Scholarship、その、アメリカであんまり教えられていない言語を対象とする学生を、支えるようなプログラム、そういう奨学金があって、そのプログラムのおかげさまで、卒業してからすぐ留学することができました。周りがこう、ハーバード大学、ブラウン大学、ハワイ、カリフォルニア、いろんな、本当に優秀なところから来た学生たちばっかりが集まって、教科書ぐらいの日本語だけじゃなくて、本当に実際に社会人になって使えるような日本語を身につけるチャンスもあったから、すっごく大事な体験でした。で、やっとそれも卒業して、またアメリカに戻ってきたら、ニューヨークに引っ越しました。あの頃、翻訳としての仕事とか、ニュース関係のベンチャー企業で、リポーターとして、金融関係、ビジネス関係、いろんな難しい概念ばっかりが入っている日経新聞などの、翻訳する仕事もできて、マーケティング、戦略、新規ビジネス、ベンチャー企業、本当に興味深いの事業をやっている会社に勤めたから、今の私、こんな生活できるようになりました。今になって日本の国立大学で M2 として経営学を専門してるんですけど、それと同時に前からやってきた、ずっとやってきた同じような事業を、やってる会社で働いてて、バイトとして働いてるんですけど、やっぱりそういう日本でも同じようなことができました。この YouTube 動画でずっと前から、もう10年以上前からずっと日本語で自分の日本語の練習として動画を作って発信したんだけど、そのおかげで日本の国際放送の番組、いろんな番組に出演してゲストリポーターとして、なんかその海外向けの外国人の視点、幼い頃は想像できなかったぐらいのすごい仕事ができて、今にもすっごく感謝しています。こうやってまとめて、なんか自分がすごいって言いたいわけでもなくて、本当に何よりも高校から第二言語を勉強するチャンスがあったからこそ、この人事の中でのいろんな経験ができるようになったっていうふうに言いたいのです。自分の専門、自分の専攻、自分の通いたい大学、なんかそれを決める前に自分のキャリアの方向性が少しでも決めてないうちに、若いうちに第二言語、またはもう一つ自分の母語と母国と全く違う、文化に触れることができたら本当に貴重な体験だと思います。今になってなぜ日本語喋れますかとか、やっぱりアニメのせいですかとよく聞かれるんですけど、まあある程度最初の頃はアニメとかそのせいで知られたんですけど、それよりも本当に科目として、あと学問の方向性として、今になってキャリアの武器として使ってるのは、なぜ日本語を選んだ理由は、高校時代に第二言語に挑戦できる貴重なチャンスがあったからです。大学生になってから卒業後の進路を考えなきゃとか、もう前にまだ若いうちにやっぱり少しでも自分の母国と全く違う言語と文化に触れることができたら、その選択肢と道は広がってくると思います。この1年後日本の大学院を卒業する予定なんですけど、改めて社会人になるんですけど、その時はアメリカだけじゃなくて、アメリカでも日本でもその日米の間に少しでも今までの日本語の経験を生かして誰かの役に立ちたいと思います。それが私の夢です。日本語の勉強も終わってないし、これからのなんか改善の余地が山ほどあるってことは分かりますけど、少しでも今日は自分の日本語の経験、日本語の勉強した経験に振り返って、何よりもみんなもできるだけ早く自分のトライしてみたいこと、夢に思っていること、今にも今日明日何でもいいから
早いうちにやってみてください。最近何かをギブバックするべきかとか思って、何かを返すべきかとか思うんですけど、まあそこまでは別の動画で、違う動画で話すんですけど、今までは、今日はこれだけで、こういう大事な貴重な話をしたかったんです。留学でも仕事でも学校の授業でも何でもいいですから、みんなが何を目指しているかを知りたいので、もし何かあれば、ぜひ、意見でも夢でも何でもいいから、気楽にコメントで書いてください。では今日はこれまでです。今日もご視聴ありがとうございました。ではコメント欄で話しましょう。待ってます。バイバーイ。